プロレタリア独裁とは、階級独裁の一種で、プロレタリアートによる独裁のこと。日本では労働者階級独裁、無産階級独裁とも訳され、プロドク、無産独裁とも略される。日本共産党の不和鉄像は、階級独裁を、プロレタリア執権、民主的権力などとも予している。無産階級が革命的手段を通じて、 有産階級の国家機械を粉砕して作り上げた新型国家政権である。先生の主な任務は外部の敵の転覆と侵略を防ぐことであり、人民内部で民主を実行し、敵に対して独裁を実行し、社会主義建設の順調な進行を保障し、共産主義に移行するとする。資本主義社会と共産主義社会との間には、 前者から後者への革命的転換の時期がある。この時期に昇応して、また政治上の過渡期がある。この時期の国家は、プロレタリアートの革命的独裁以外の何者でもありえない、カール・マルクス、ゴータ・公領批判パリコミューンフランス革命では、フランソワのエルバブーフが、完全平等の社会を実現するために、階級独裁を主張した。 1871年のパリコミューンは短期間ながら史上初めてプロレタリア独裁を掲げた政権となった。プロイセンの思想家カール・マルクスは1848年のドイツ革命で革命勢力が敗北したプロセスを観察し、革命勢力が立法権のみの掌握にとどまり、それを執行する実体的な権力を掌握しなかったために、 旧支配階級の反革命を防げなかったことに、敗因の一つを見て、革命の過渡期における、労働者階級による、権力掌握、プロレタリアートの政治支配の必要性を強調した。マルクスはその後のパリコミューンにおいてその政治形態の、端緒を発見した。ここから、立法権だけでなく行政権を含めたすべての、権力を労働者階級が掌握すること、これを比喩するため、 立法権も行政権も掌握した、共和制ローマの独裁官になぞらえ、プロレタリアートのディクタトゥーラと呼んだ。マルクス主義の見解では、資本主義社会は、形式上は三権分立していても、ブルジョワ人が階級としてこの全権を握っている、ブルジョワ独裁であるとみなす。これに対峙して、プロレタリアートのディクタトゥーラを提唱した。プロレタリアートの独裁は、 社会の圧倒的多数を占めるプロレタリアートの極めて少数であるブルジョワ人に対する独裁であるため実態としてはブルジョワ独裁に他ならないブルジョワ民主主義体制よりも民主主義的であるとマルクスやその後継者たちは主張したレフトロツキーロシアの無政府主義者ミハイル・バクーニンはマルクスの言うプロレタリア独裁の実態は プロレタリアに対する共産主義者の独裁に他ならないと批判した。バクーニ人は中枢部を掌握していたマルクスを権威主義派と呼び、第一インターナショナル最大の論争となった。これに対してプロイセンの社会思想家フリードリヒ・ヒエンゲルスは革命とはそもそも権威主義的である必要があると批判した。これ以降もソ連における支配が、 プロレタリアートに対するソ連共産党の独裁であるとして論乱したものは多い。ウラジーメル・レーニンに対してレフトロツキーが大公主義批判を展開したことも共産党独裁の方がを批判したものであると言える。ロシア革命においてレーニンがどんな法律によっても絶対にどんな規則によっても束縛されない直接暴力で 自ら保持する無制限の権力として、プロレタリア独裁を規定し、彼の指導を批判したカール・カウツキー、プロレタリアートの独裁に反論した。だが実際には、彼の指導する共産党支配は、次第に、立法と執行が一体になった、ソビエト型政体、ひいては一等性や、法に基づかない、反革命弾圧、粛清を行う権力を意味するものへ変質していき、 さらに1918年4月28日には、ソベト権力の当面の任務で、個人の独裁は極めてしばしば革命的階級の独裁の表現者であり、担い手であり、先導者であったとして、個人の独裁も肯定し、鉄道管理などで、企業内に無制限な個人独裁全権を与えた。そして、スターリンがマルクス・レーニン主義を定式化する際に、レーニンにおいては、 社会主義社会への移行段階とされていた、プロレタリア独裁段階の社会そのものを、社会主義社会とする理論化を行い、この規定の承認を、コミンテルンの加盟要件の一つとしたために、ソ連とその流れを組むマルクス主義においては、プロレタリアアート独裁とは、職業革命家による前衛党つまりは、共産党の一党支配を意味するものとなった。一方、コミンテルンから排除された、 左翼共産主義者や評議会共産主義者は、プロレタリア独裁の概念をあくまで、プロレタリア大衆の自発的なイニシアチブによるものと主張し、ソ連型のプロレタリア独裁を否定した。現在の共産主義政党や共産主義者におけるプロレタリア独裁の扱いは様々である。一党独裁制を掲げていない多くの共産党を、はじめ共産主義政党また、 共産主義者においては、プロレタリア独裁をソ連で行われた一等制の意味に開始これを放棄する場合もあれば、ソ連で行われた一等支配が原理ではないとするものなど様々な見解があるが、ソ連型の一等制を否定する流れではほぼ共通している。一方、中国、ベトナムなどの指導政党の立場にある共産党においては、 プロレタリア独裁をどう扱うかに関わらず一党、独裁制を正当化している。北朝鮮の朝鮮労働党は事実上の世襲独裁体制を行っている。コミンテルンが作成した戦前の日本共産党綱領総案27年定ー三32年定ーにはいずれもプロレタリアートの独裁規定がある。日本共産党自身が決定した百六十一年の 公領もプロレタリアート独裁の確立を明記している。これ以前の戦後の公領はいずれも当面の目標を定めた行動公領で公領上はプロレタリア独裁の規定はない。1970年の11回党大会で将来にわたって議会を重視するという人民的議会主義が提起された。さらに1973年の 第12回党大会での考慮改定時に、プロレタリアのディクトトゥラを独裁と訳すのは適切でないとして、プロレタリアアトの執権と言い換えた。1976年の第13回大会における改定の際に、用語自体の使用をやめて、労働者階級の権力とした。さらに2004年の新興領では、社会主義を目指す権力に改めた。日本社会党は、 当初より社会民主主義者を含めた幅広い無産政党の結集であったが、1964年第24回大会で制定した考慮的文書、日本における社会主義への道に、社会主義協会系統員の働きかけにより、1966年第27回大会の補定で、プロレタリア独裁を肯定する表現を取り入れ、共産主義政党と、 類似した考量を持つ政党になった。それは本文の改定ではなく文末の審議経過で付加するという社会党らしい折衷的なものであったが、党内ではこれで社会党はプロレタリア独裁を肯定しているとみなされた。しかし20年後の1986年に日本社会党の新宣言を決定し、道を歴史的文書として棚上げし、革命路線から転換した。 社会主義協会労働派、マルクス主義を継承する社会主義協会は1968年決定の社会主義協会提前にプロレタリア独裁を明記した。社会主義協会はプロレタリア独裁という訳語も教会の創始者山川人氏が考案したものとしている。ただし近年は社会主義協会もソ連などで行われたプロレタリア独裁は 本来の理想から逸脱したもので、将来の日本では同じ形態は取らないことを強調している。1998年の社会主義協会分裂後も、プロレタリア独裁は放棄していない。エンゲルズ、フリードリヒ、オンオーソリティ、リリーブド2013年11月6日。ありがとうございます。